こんにちは。樋口一葉のよもぎゅう日記1-2回目。明治24年9月18日から9月21日までをお送りします。18日、朝来曇天。11時頃より小雨降りくる。今日はさまざまなすこと多く、慌ただしければ、仕立て物はせずして机に向かう。一日降り暮らして、夕暮れ方より風、糸寒くなりぬ。ともし火のもとに向かいて、さらに思えば、今日もすることなしに暮れたるなり。あな口惜しと思うは日々なるものから、え、つとめも会えぬは、いかなるにか、我ながら意図憎し。よ、人よ、雨降りに降る。11時ごろ、寝屋には入りぬ。19日、朝は小雨降る。今日は例の稽古日なり。つとめて家をばいず。死の君、浅毛物下もおりなりけり。少し物語ろうほどに、人々参り集まる。手に葉の誤りなど正したまいて、さて、のたもう。君はこの頃、新古今をや見たもう。意図を調べの似通いたる難ある。悪しきことにはあらぬものから、真似ぶは意図よからぬことぞかし。なお、歌集を見たまえ。手元に負わさずは、ここに難はべる、など、年頃に教えたもう。明日、松園の月並み会なればとて、その見題を今日の点取りにす。8点以上はしたためて遅らせばや、とてなり。美の子、夏子、ひろ子、つや子の君たち、および己の5人なりければ、色紙に寄り合い書きして送る。家に帰りしは3時すぐる頃なりし、空は名残なく晴れ上がりぬ。この世も、はよう節度に入りぬ。20日、曇天。死の君の仕事をす。別してのことなし。中島倉子主にはがきを参らす。21日、朝来曇天。昼過ぎより、母君、築地へ寺参りに行きたもう。望月より使い来たる。さつまいも到来す。日没後より雨降り入れぬ。吹けては、糸戸風さえそいて、おどろおどろしゅう、ただ天の川の樋口切りたらんようなりけり。なすことなしに虚しゅうを聞いて、寝屋へ入りしは一時すぐる頃なりし。今日はここまでといたします。ありがとうございました。